トーマス・ウンガーは、ハンガリー出身の指揮者。ブダペストの生まれ。リスト・フェレンツ音楽専門学校で、ゾルター・アン・コダーイ、レオ・ベイネル、ラース・ロー・ショモギーの各種の訓導を受けた後、ミラノのジュゼッペ・ベルディ音楽院に留学し、1956年にディプロマを獲得。同年に、セゲド歌劇場の指揮者となった。1957年から1959年まで、 ウィーンで設立されたばかりのフィルハーモニアフンガリカに指揮者として参加しつつ、ウィーン音楽院でハンススワルフスキーの下で研鑽を積んだ。1959年から1962年まで南ベストファーレンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務め、1961年にはレムシャイト氏の音楽監督となった。 1966年から、レーゲンスブルク歌劇場の音楽奏監督になった後、1969年から、フライブルクフィルハーモニー還元楽団の音楽監督に転じた。1973年から、シュトットガルト音楽院で教弁を取る。トーマス・アンガー。2017年11月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年11月8日閲覧。 メーリング、ライナー、キンダー、イムトレフ、プンクト、マックシャル、ボッセバーラグ、P50、ISBN 978から37億6492万3495、奥力2191万1481、トーマス・ウンガー、オールミュージック。ありがとうございます。